はい、こんにちは、大島とかの秘密ごはんです、はい、というわけではいへい飲み会やってます、今日は前回に引き続き、スパムおにぎり、スパムバーガーかなっていう感じで、やっていきます。前回は、チーズバーガーみたいな感じで作ったんですが、今回は、定番の、定番？まあ沖縄なんで、ゴーヤと卵で、ゴーヤチャンプル風のスパムバーガーに挑戦していきたいと思います。そうなの？そうなんですよ。はい、なので、ぜひ試してみてください。うーん、初めて作るんだよね。でも美味しいと思うよ。はい、それでは早速ゴーヤを切っていきます。まずは中の綿を抜きます。スプーンとかね、ナイフの柄で、今回ナイフ使ってますが、抜いていきます。ザクッと思い切り刺して手応えを感じながらぐるぐる回していくとスポンと抜けますので、長いとね使いづらいんで半分に切ってもらっても大丈夫です。綺麗な輪切りする時にはこれでやるとできますので、試してみてください。意外と簡単ですね。慣れるとすごい簡単にできます。はい、待ちました。次はカットに入ります。はい、次はね、ゴーヤをカットしていきます。厚めにね、3個、これでも火が通るんでね、食感を残しながら焼いていきます。次にスパムをカットします。だから前回の余りがあるので、それを厚めにカットした方が見栄えもいいので、厚めにカットしていきますね。これぐらい、これぐらい。次、卵1個に、今回はね、柔らかくついてちょっと牛乳とお塩よく混ぜていってください、よく混ぜましょう。はい、早速焼いていきます。油を少々入れて、スパムとゴーヤ、スパムはね、なるべくカリッカリに焼いた方が美味しいです。ちょっとね、焼けた確認して、これぐらい、もう少し焼いてもいいかもしれない。これぐらいですね、ゴーヤも焼けてきました。ゴーヤは苦いけど生でも食べれるんで、少しね、食感を残すぐらいの焼き具合にした方がいいと思います。焼けたので、ゴーヤとスパムをさらに揚げて、そのままね、フライパンを利用して、今度は卵を焼いていきます。油を処理して卵を投入。今回はもう巻かずにね、ちょっとオムレツ的な作り方で焼きます。まあ、実際巻いてもらってもいいんですけど、まあ1個分だし、まあいいかなって感じで、形もね、結構整えられるんで、鍋の、ね、前後をうまく使って回しながら焼き目をつけていきましょう。こんな感じです。美味しそう。やっぱりフライドポテト、のりをね、半分にして飯を入れていきます。これ欲張らずにね、本当はいっぱい入れたいんだけど、いっぱい入れちゃうと冷めないんで、欲張らずに薄めに。で、今回の隠し味の鰹節と醤油、これ入れることによってね、一気にゴーヤーチャンプルーカーがね増しますので、ぜひやってください。卵、スパム、ゴーヤーの順に乗っけて巻き込んでいきます。巻きすがない方はね、たっぷりやってもらっても大丈夫なんですけど、巻き姿は多分楽です。で、ちょっと馴染ませておいていきます。ほっておくと馴染んでこんな感じになります。そしてバーガー袋、見た目はいい感じ。それ早速盛り付けていきます。ちゃんと収めてこんな感じですね。今回はポテトと別で作っておいたパスタ入りトマトスープ、これでいきましょう。はい、それでは完成しました。スパムバーガーのゴーヤ
チャンプルー風です。トマトスープ付き、今回はね。どうでしょうか。ちょっと分かりづらいかな。食べていきたいと思います。なんか、あれだね。台がないと食べづらいですね。置かしてもらうね。こんな感じ、うん、いただきます。うん、あのゴーヤチャンプルを面倒くさく作った感じの味がします。これまあやる必要はないかな。普通にゴーヤチャンプル食べてもいいかもしれないけど、うん、見せて。こんな感じ。おいしそう。おおおお、ゴーヤー苦手な人っていうか、苦手な子は作んないと思いますけども、うん、ゴーヤー、うん、美味しいです。いや、ゴーヤーなかったらこれ意味ないじゃん。まあ、かつお節を、ご飯に敷いたんですけど、それがね、いい味出してるんで、ぜひ、やってみてください。美味しいです。お醤油もかけました。かけたね、ちょっとだけね。やらない、うん、俺たちやらない。ちょっと見てるんで、一緒に食べ直すので、それではまた次の動画でお会いしましょう。私はちょっと一匹だけ食べましたけど。さよなら。